JRA は4月28日、3回中山競馬の開催最終日となる4月14日を最後に現役引退した勝浦正樹元騎手、45の引退式を5月4日の東京競馬場で最終レース終了後にパドックで行うことを発表した。1997年3月にデビューして、JRA 通算967勝をマーク。2年の NHK マイル C をテレグノシス。 7年の朝日杯 FS をゴスホーク圏で制するなど G1 を2勝を挙げて、長年にわたって、イブシニンの活躍でファンに愛された。